現在僕は秋葉原の中央通りのすぐ横にやってまいりました。秋葉原では毎週日曜日に歩行者天国が実施されています。こちらの歩行者天国ですね、季節によって実施される時間が変わります。4月から9月までは13時から18時まで、10月から3月までは13時から17時までとなっております。またですね、土曜日や祝日、悪天候の時などは実施されておりません。こちらの歩行者天国ですね、通常ですと信号をもちろん渡らないといけないんですけれども、信号を渡らずにいろいろなところをこう自由に行き来することができますので非常に便利です。ですので、もし日本に滞在されている間に秋葉原に行ってみようとお考えの方はですね、ぜひぜひ日曜日に来られるのをお勧めいたします。